IMC は我々を捜索し続けます。生き残る唯一の方法はアンダーソン少佐と合流することです。生き残るには臨機応変に対処しなくてはいけません。こちらウォンバット 3-2 被害は甚大だ。ミリシア兵はいるか、救援を。味方のヴァンガード級大艦だ。被害が甚大だ。 BT か、会えてよかったです。はい、助かりました。どこへ行くつもりだ。タイタンでも守りきれんぞ。ヴァンガード級タイタン、バースト4はレディ。敵タイタンを撃破。新型です。有利に戦えるでしょう。お、惚れ込んでるな。人間の言う愛には好意、関心、献身、敬意の要素が必要です。結論、私は 50% 惚れ込んでいます。パイロット、トーンロードアウトを使えば敵にロックオンして追尾ミサイルで狙えます。戦闘時に便利です。パイロット、流量制御ゲートで道が塞がれています。視野に制御インターフェースがあるはずです。メンテナンスオーバーライドを開始、流量制御ゲートを開きます。警告、毒性ガスがメインチャンバーに侵入。制御室のセーフティーエアロック手順を実行します。パイロット、セーフティーエアロックがかかって制御室を出られません。他の出口を探してください。二手に分かれましょう。分かった、出口を探す。近くの出口から浄水施設の奥へ進める可能性が高いです。位置を追跡中、出口を探すことを推奨します。分かった、 BT、 君も出口を。了解です。ペンライン、ジェルミットだ。
IMC とミリシアのみんな、どうやら通信がうまくいっているようです。ケインの野郎やろう。あいつはファイルにアクセス中。ケインです。エーペックスプレデターズの傭兵の一人です。薬の常習者で横流しもしています。施設に残ってるミリシャ兵すぐ分かっちゃいると思うが、ここは俺の城だ。歓迎するぜ。俺が殺しに行くまでゆっくりしててくれ。すぐに行くぜ。こちらラクーン3、第一ミリシア艦隊へ。鉄人一人によって捕まった。IMC は新型の機械砲兵を使っている罠だ。パイロット、進路沿いにミリシア軍がいます。支援が必要かもしれません。パイプのそばに何かが。注意を。味方パイロットだ。隊長、ミリシアのパイロットです。撃つな、 SRS だ。ヘルメットを見ろ。味方と会えてよかったです。うちの部隊が得られています。助けを必要としているはず。6時の方向に増援。やっとか。ラブジャンクション 3A でプラウラーが機能停止。直ちに撤去を。BT、行き先は？この施設を通ってアンダーソン少佐と合流しなければいけません。生き残る道は他にありません。 IMC の味方がヴァンガード級タイタンと SRS パイロットにやられてるって知らせが。パイロット、注意が必要です。君もな、BT。 どこにいる？ヘドロの流れに沿って進んでいます。先の流れが強い。出口でしょう。前進を続けます。パイロット、この先で合流できます。俺を焦がれたか？あなたは焼きませんよ。プロトコル3に違反します。まあ、いいや。また会えたな、相棒。そうですね、パイロット。パイロット、電流を止める制御装置は隣の部屋です。ハードにマークします。見えたぞ、パイロット。ヘドロに含まれた高濃度の重金属がターゲティングシステムに干渉しています。それがどうした？いいから撃て。視界を確保せず光線域への射撃はプロトコル3に抵触します。ポンプ停止シーケンス 40%。 ポンプ停止シーケンス完了。パイロットの視点の映像を再取得しました。危険な状況、援護を開始。ケイン、聞こえるか？
パイロット、ソナーパルスを起動して援護します。パイロット、難しい戦いでしたね。見事でした。記録は作成しておきました。出口を特定しました。こちらです。パイロット操縦を開始。プロトコル2、任務を執行。我々の任務は特殊作戦217を続行し、 SRS のアンダーソン少佐と合流することです。ケイン様のパーティーを邪魔して命知らずが。おやおや、ここに逃亡中のヒーローかよ。それも SRS のバンガード級タイタン。そう来なくちゃ。楽しくやろうぜクズ野郎。サルココア、エリミットだまりを避けてください。損傷を受けます。一歩前で逃げてみろ。繰り出してやつだけにするのは時間です。ヘルメット内無線は無事です。回収しましょう。バンガード救隊団とパイロットが施設を突破している。ケイン、ホテルで投影が必要だ。応答中、ケイン。通信の傍受は昔から行われてきました。これで有利に戦いを進められます。動かないと死んでしまいます。アンダーソン少佐はここを通りました。合流地点への近道かもしれません。行きましょう。